今夜も振る舞いたい。今日はじゃあ、また僕から。はい。あ、ありがとうございます。振る舞わしてもらえたらなと。今日は、京都から。レイジーピッカーズ。レイジーピッカーズ。レイジーピッカーズ。かわいいですね、名前。男性。はいはい。3人組で。あ、3人組な、うん、で、まあ、サポート入って4人やね。はいはいはい。あ、今日4人来られるんですか？そう。バンドって何人がベストなんやろうな。バンドっすか？うん。俺知ってるバンドで、はい、最大、はい、最大25人のバンドなんかライブとか大変やなって思います、ね、あ、確かにね、うん、大移動やね、大移動、まあ、その辺抜きにしたらいいなと思うんですけど、確かにその辺抜きにすると多ければ多いほど、うん、そうですね、なあ、その辺抜きにしたら多ければ多いほどいいかな、まあ、いたら林間学校みたいな感じですね、もちろん多ければ多いほど、そうですね、バスの手配とか、そうっす、な、大変だ、大変やけど、でも多ければ多いほど奏でた時にいいものが生まれる、うんうんうん、こっちではまあなんかこうあの人好きやねみたいな話が出てきたり、うんうん、こっちでは昨日こんなゲームしてんみたいなのがあったり、うんうん、各々がこう奏でるじゃないですか、各々ってモテるやんいや全然いいあれ全然多ければあれあれグループ分かれてモテるやん、そういうの減って
ここ二人がほぼ一緒で、ここ二人がおじさんで一緒です。ここで、そうそうそう。そうですよね。やっぱここでやっぱ、わ、はい、かりますか、なんか若干こう、キャラクターが。わかりますか、キャラクターが。キャラクターがわかるし。どれぐらいなんですか、年齢は。え、今何歳？今26。そんなんだったの？24です。若っ。だから始めた頃は二十歳とか、ね。そうですね。でもまあまあおっさんに見える。なんか往年感がありますよ。往年の親しい道をね。寝る。寝る歩いてんじゃん。そう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 。初対面の人から初対面の人に年相応に見られたことが一番ない。そうですよね。大体これ今40、39なんですけど、はい、大体こっちで入ってくるね。ここどっちかそう。ああでも確かに。そうですね。結構離れてるんですねじゃあね。そうかなり離れてます。